はい、それでは木村剛研究室の紹介します。木村です。我々の研究室は2年前からスタートした比較的新しい研究室で、現在一番上の学生さんが M2 の学生さんという若い研究室です。で、我々の研究室で行っていることですけれども、物質における、多彩な電子物性、磁性であるとか電気伝導性、有電性、そういったものを組み合わせて生み出されるような、普通じゃない、マルチな物性機能を持つような物質開拓を行っています。で、我々の研究室の大きな特徴っていうのが、そういった物質の設計、さらに合成、さらに諸物性の精密測定っていうものを、一貫して手がけて、さらに観測された現象っていうものの背後にある物理を研究していくというようなスタイルで研究しています。で、対象とする物質群は共相関電子系と呼ばれるものであるとか、マルチフェロイクスと呼ばれるような物質、あとはいくつかのこの図の右側にあるような、例えばスピンであるとか電気刺激子、こういった電子の多極子状態っていうのをうまく組み合わせて新たな機能を作るというようなことを、右にあるような周期表の中の元素をいろいろ考えて作っていくというようなスタイルで研究をしています。で、研究トピックの一つとしては、さっきちょっと出てきたマルチフェロイクスといったものがあって、これは共有電性と共磁性っていう普通は相入れない物性が一つの物質で混在するような、そういった物質をマルチフェロイクスというふうに呼んでいます。で、こういったような物質がありますと、ここの図にある緑の矢印のように、電子と磁気の不思議な絡み合いっていうのが期待されてきます。で、そういったものを使うことによって、例えば電場によってものの磁気的な性質をコントロールする、でさらにそれを室温で実現するとか、そういったような研究を進めています。そういった意味で、我々の研究室、物質合成設計を基軸とした新しい物理現象の発見および開拓、そういったものを狙って研究をしています。以上です。